ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ名古屋より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介するお車がポルシェ 911GT3 2023年式2500キロのこちらの車両になります。今回外からのスタートですけれども、ですね、ごくごく最近 GT3 アリーナ店の方でご紹介させていただいたんで、小島店長とやってたもんね。そうなんです、はい、今回は高速道路を GT3 乗ってみようの回ということで、なるほど、試乗メインでお届けしたいと思います、はい。今回は車に関しては、仕様だけバババババッとご紹介させていただいて、すぐ試乗の方でお届けしたいと思います、はい。でまず今回のお車、右ハンドルの PDK、はい、そして色はキャララホワイト、はい、そしてオプションとしてはリフターがついてたり、あと、カーボンセラミックがそうなんですよついてる個体ということ で、はい、でカーボンセラミックはもちろんビジュアル的にもそうですけども、はい、バネ下がかなり軽くなって足の動きも違うということで、はい、そうですね、この辺も乗ってみたいと思います、はい。そしてタイヤがアリーナ店で乗らせていただいた時は、グッドイヤー、はい、イーグル F1 だったんですけども、今回の車は P0 ということで、はい、またこの辺でも乗り味が違うのかなという変わるでしょうね、だいぶね、はい、気がしますね。この辺も乗ってみたいと思います。内装に関しては、今回の車はクラブスポーツはついていないということで、そうです、割とスッキリした仕様、はい、でシートも標準のシートですよね。そうです。ただレザーパッケージはついてるんで、はい、ダッシュボードなんかはしっかり高級感もあって、はい、ドアなんかにもドアもねステッチ入ってステッチがつながりますからね、こんな感じのインテリアになってると。あと内装のパネルも今回このアルミのそうなんですよパネルのやつなんですね。そうです、はい、なんか全体的なバランスをとって考えてると思うんですけど、スッキリした感じでゴリゴリの体育会系仕様ではないんですけど、ではないですね、さらっとした感じに仕上がってると、はい、というわけでこれからこの車乗ってみたいと思います。はい、行きましょう。行きましょう。というわけで今回は土方店長ドライブで、はい、高速試乗でお届けしたいと思います。よろしくお願いします。前回新都心の下道をプーぐらいだったんで、はい、見てる方多分お気づきだと思うんですけど、かなり消化不良感が乗って思ったんですけど、はい、ステージここじゃないなって思ったんですよ。そりゃそうだよね、はい、なんか本当に回転こう、そんなに回す、もちろん商品車なんで回さなかったんですけど、はい、そろそろ来るかなっていうぐらいで、うん、もうやめちゃってた感じなんで、なるほどね、もうちょっと上までみたいな、ね、そうですね。で下からもうめちゃくちゃこう機敏に走る感じじゃないと思うんですよ、なんか、うんうんうん、もちろん故意にこうシフト下げて、はい、高回転キープすればそういうこともできると思うんですけど、うんうん、全体的にはもうちょっとこう高い速度域、高い回転域で、本領発揮するんじゃないかなっていう印象を受けました。そうだよね、回転だよねやっぱり ね、高回転というわけで、多少今回はそれが感じれると思いますんで、はい、土方店長ドライブでお届けしたいと思います。であとはアリーナ店で乗らせていただいたものと、はい、ブレーキがやっぱり違うということで、はい、カーボンセラミック、うん、もうメーカーもそういう風に言ってると思うんですけど、はい、一応メリットとしては、そのホイールが汚れないことと、はい、あとバネ下が軽くなること。そうですね、効く効かないに関しては、行動レベルだとそんなに、うん、もちろんその差が出ないので。そうですね、はい、確かに、あとはでも本気で走る時も、割とスチールの方が、ランニングコスト的なものもあるんでしょうけど、はい、結構本気で走る人はわざとそのスチールローターにするとか、そうですね、はい、いうのは聞きますね。というわけでもうバネ下が軽くなってるんで、多分足の動きが全然違うと思うんですよ、はい。というわけでその辺をメインでお届けしたいと思います。はい、はい、なんかシートのせいか、はい、いろいろ違いがあるのか分かんないですけど、今裏の道走ってきたらめちゃめちゃ乗り心地良くないですか。あ、確かにそれはあるかもしれない、シートだいぶ違うですね、やっぱりフルバケと感じ方が、ね、はい、ドアだったりとかボディ全体にはやっぱりこう GT3 特有のすごいソリッド感というか、つながってる感じするっすけど、シートってだいぶ緩和されてるっす、はい、ですね、より乗りやすくなってる気がします。はい、で車のポイントとしては、うん、当然 4WS もついてるのもそうなんですけど、はい、フロントダブルウィッシュボーンになってる。そうですよね、前代と全然回答性だったりというかフロントの接地感が違ってくると思うんで、はい、その辺違いが分かる男は土方店長なんで、一切分かんなかったらどうしましょうあとちょっとマニアックな話になるんですけど、はい、ボディの重さが993以来の軽量なボディになってる。なるほど、トータルでいうといろんなものがついてるんで、はい、重量物がついてるんでトータルでいうとそんなに極端に軽くはないんですけど、はい、ボディ自体の重さが進化して、はい、
240キロということで、997型って270キロぐらいだったんですね。ああ、なるほど。だ結構その辺違いがあるのかなっていう。そうですね。はい。それでは、違いそうですね。参ります。いきますよ。はい。安定してますね、はい、で後ろがどちらかっちゃうことも絶対ないですね。これはフロントの接地感も半端ないです。やっぱり消化不良でした。やっぱりあこれだなって今思いました。はい、はい、高回転のその音ですね。そうですね、はい、こうすごくこう綺麗な旋律になるというか、やっぱりここですね、はい、あとやっぱりターボモデルと違って、うん、その加速がフラットですね。はい、極端な加速しないですけど、すっごい伸びる、うん、分かりやすい。そうですね、はい、っていうのと、シフトアップしてすぐ次の加速っていう感覚ではなく、もう途切れない。あともう最近のポルシェ多分あんまそういうこともないと思うんですけど、フロントがリフトする感じ、助手席ではあんまり受けなかったですけど、いや僕もみじんも感じないですね。ステアリングにもあんまりそういったものは返ってこないですか、うん、気持ち、ほんと気持ち、ほんと気持ち感じるのかなっていう意識をしていれば、なんかステアリングがちょっと軽くなっちゃって怖いとかっていう感じも全くない、はい、全くないですね、はい、すごい。やっぱりこれちょっとあの速度域というか、あの加速感、はい、あの回転ですね。はい、たまんないですね、この綺麗な音。そしてあとタイヤやっぱり結構違う気がしますね。あ、そうですか、ごめんなさい、僕あのアリーナ店のはグッドギアでしたっけ、はい、ちょっと乗った時ないので何とも言えないんですけど、 GT3 で結構違う気がする。ちょっと年式が、うん、年式というか年数もまた違うんで、はい、まあ、一概にそのコンパウンドの硬さ比較はできないと思うんですけど、はい、タイヤの剛性自体は両方とも高いですけど、うんうん、コンパウンドっていうか、なんか転がってる感じはこっちの方がソフトな気がします。分かんないですね、助手席なんで、うん、自分でアクセル踏んでハンドル切ってハンドル触ってってやってる感じで、タイヤのそのなんか変なゴロゴロした感じとか、はいはい、ゴツゴツした感じとかっていうのはあまり感じないです。こっちの方がない気がするっすね。ただどっちがいいか悪いかというとちょっと微妙な気がしますけど、うんうんうん、確かにこっちの方が転がってる感じはない気がするっすね、うんうん、もうちょっとしっかりくっついてる感じ、はい、そしてあとはこの992GT3、 あ GT3 から、はい、あのリアのダウンフォースが仙台比4倍、4倍圧倒的にアップしてるってことで、すごいですね、リアの接地感も、はい、まあ、かなりアップしてる。うん、なんかあの超高速域で走ってみたいですね。そうですね、はい、それこそニュルですよね、本当に。ですね、なんかステアリングというかこう普通にこう走ってるじゃないですか、はい、走ってでもあのセンターがこうピシッと出てる車をちゃんと普通に乗ってるなっていう感じ、なんか特別引き締められてなんか癖の強い足のセッティングされててっていうことが全然ないですね。硬いのは分かるんですけど、はい、そのやっぱりフロントの足回りがものすごい落ち着いてます、はい、接地感がどうこうっていう感覚は 991.2 と多分変わんないのかもしれないですけど、なんか何ですかね、動きが落ち着いてる。嫌な硬さないですよね。全然ないです。ないですよ、はい、まあ、それなりに硬いですけど。そうですね、特にシートが、うん、全然感じ方違うですね、やっぱり車だけど。あ、そうですか、なんかどっちがいい悪いじゃないんですけど、やっぱりバケットシートが合う合わないってあるじゃないですか。あ、そうですね。あと僕そのこの車でまだやった時ないからわからないですけど、その例えばですけどフルバケットをつけたい、もしくはスポーツシートをつけたい、はい、あとはそういった方ってお好みのシートがあったりとかするので、どうしてもこうポルシェがオプションで純正で採用している形が合わないとかサイズが合わないとかっていう方もいると思うんですよね。そういう方はやっぱりこういう別のシートの車を買っていただいて、まあ、そこをうまくカスタマイズしていただくといいですか。そうですね、はい、まあ、オーナー様の好みに仕立てていただける、それもまた楽しいかなと。で、フルバケ、まあ、そのホールド動向もあるんですけど、インフォメーションの量が違うなと思うんですよね、はい、そうですよね。あ、全然違いますね。だからそれがすごく楽しめる方であればいいと思うんですけど、はい、そうですね、
それがストレスになっちゃったら、そうですね、はい、せっかく買った車が何の意味もなくなっちゃうので、いやだからこれどっちでもどっちでもって言ったらどっちもいいっすね。いやどっちも、はい、あのスタンダード究極的なこと言えば、はい、GT3 であれば何でもいいんですよ極論言えば、まあ、確かに確かに、はい、もう何にもなしでもそう、はい、GT3 であるっていうだけでもうすごいんで、いや車屋さん的には、はい、セールスポイント2つぐらい欲しいなと思っちゃうんですよ。大きければ多いほど嬉しいよね、はい、なんかカーボンセラミックついてますとか、はいはい、グラブスポーツついてますとか、うんうん、なんか左マニュアルですとか、はい、うん、どうしてもちょっと何にもなしでも全然個人的には成立すると思ってるんですけど、はい、車屋さん的にやっぱりなんかこうこれついてんですよとか、うん、こうなってんですよっていうのを2個ぐらい言いたい、言いたいね、はい、あれこれでもスピーカーも、はい、オプションだよね。あ、そうですね、今回ボーズの、ね、はい、うん、スピーカーも入ってるということで、はい、これはですね、でも正直、うん、あのいろんな音の入力が多いんで、はい、あのいらないと思いますでもあの僕個人的に、はい、ポルシェ大好きですし GT3 大好きですし、僕あのツッチーしょあの知っての通り、はい、めちゃめちゃ車乗るじゃないですか。そうですね、はい、だから僕が新車でオーダーすることができれば、はい、まあ、できないんですけど、はい、できればこの仕様ってすごく好感が持てるし高齢に近いものを作ると思います。なるほど、はい、あ、土方さん頼みそう。でも、はいはい、こんな感じの内容だと思います。確かに、はい、そうですね、土方さんっぽいかもしれない、はい、スタンダードなシートにカーボンセラミックに、そうですね、もしかしたらカーボンルーフぐらい入れてるかもしれないですけど、あ、そうですね、その辺までですね。そしてこの先ちょっとコーナーですけど、はい、その例のダブルウィッシュボーンになってるとこと、はい、またタイヤサイズが異形になってるところと、はい、あとリアのマルチンリンクもなんかボールジョイントの数が増えてるってことなんで、うん、まあ、普通の911カレラ系とかよりも、はい、足の動きが、うん、遊びが少なくなって、はい、圧倒的に良くなってるということなんで、うん、まあ、違いが出てくるのかなと、はい、なんか素人レビューですけど、はい、そのこの GT3 乗ってると突き上げをあまり感じないですね。あ、そうですね、当たりが柔らかい、はい、でもなんか切った時に粘ってくれるみたいなイメージがすごくある、まあ、それは、まあ、アームレイが変わったダブルシステムですかになってるっていうのもあるんでしょうけど、結局ダブルウィッシュボーンにするとショックに応力がかからないから、そうなんですよね、足の動きは圧倒的に良くなるんですよ、はい、それを今まで採用しなかったっていうのは、うん、まあ、そのコストの問題なのかスペースの問題なのか、うん、ちょっと謎ですけど、うん、ただ RSR とかはもちろん使ってたわけだから、そうですね、その走りで言ったら、うん、まあ、正解というか、うん、理想なのはやっぱりダブルウィッシュボーンなんでしょうね、うん、ただアーム類が増えたりするから、そうなんですよ、コスト面だったりとか、あとは一般のそのサーキットを走りたい人たちのセッティングの難しさっていうのを考えると普通にストラットの方がいいのかなっていう感じもしますよね。おお、すげーつきますねフロント何これ、すごいね、うわ気持ちいい、ね、助手席でこんな気持ちいい車はないっすよ、うん、いやこれは面白いですね。だから992の進化結構でかいんじゃないかなと思うんですよね。うん、相当じゃないですかね。だからそれぞれの年代の良さはあると思うんですけど、うん、このエアロダイナミックス、うん、特に下回りなんかも劇的にアップしてるということで、はい、その辺だったりトラクションだったりアームだったり、うん、まるで別の車になってるんじゃないかなっていう感じます、うん、はい、これ多分見てる方にバカだなとか、はい、素人だなって言われるのを承知で言うんですけど、こうコーナーいくつかクリアしたじゃないですか、スーパーカーに乗ってるみたいな感じ、なんかポルシェじゃないです。あ、はい、え？どういうことですか？よくこの、はい、なんかポルシェだともうちょっとソリッド感があって、はいはいはい、ダイレクト感があって、はい、ステアリングのインフォメーションも分かりやすくて、はい、っていうイメージがあるんですけど、はい、最近のスーパーカーって電子制御もすごいし、はい、ロール感がなくてこうスーッと回ってっちゃってる。あ、体にめちゃくちゃ G かかるんだけど、はいはい、車はなんか安定してるみたいな、はい、そういう動き、なんか全然だから991と違うんだなって思っちゃいました。あ、そうですよね、土方さんだって991.2後期乗ってますもんね、はい、今自身でも乗られてますもん、はい、いや助手席でも怖さがないんだよな
何ですか、何かが起きる予感が一切しないですね。ひたすら安定してます。いやすごい車だ。すごいですね。こんな速度域じゃ分かんないですよ。そうですね。いやだからなんかもう一段があるんだろうなと思うんです。はい、と思います。まあ、言っても高速道路、日本の高速道路じゃこのスピードしか出せないです。いや出せないですね。もう、だからこれがサーキットとか、はい、まあ、できれば本当にもうちょっと高速サーキット、まあ、一般道普通に走っててとか峠走っててとかって一生懸命やっても制限速度もあるから、サーキットのスピードレベルから言えば低速コーナーしかないわけじゃないですか。というよりもやっぱりこれだけ空力とかいろんなことをやってるので、やっぱり120、30、中速域以上200キロとかその辺の速度域で走りたいですね、できれば。そうですね、サーキットで。いやだってリニューアルで鍛えてないですよ。本当ですね、ニュールで走るって大事なんですよ。メーカーは。いやいや、めちゃくちゃ大事だと思います。はい、だって本当に中途半端なものは死を意味しますからね。うん、確かに、はあ。はい。あそこ一回行くとだからなんか変なものつけようって思わなくなりますよね。うん、うん、はあ。本当思いますね。僕でもアウトバーン走っただけでも、はあ、あ、ちゃんと作らないとダメなんだなっていう、はあ、再認識っていうか当たり前なんですけど、なんかどうしても日本にいると。マックス100キロ、120キロみたいなイメージがあるので、やっぱりノーマル、あのベースがやっぱり硬いですよね。ああ、すごくちょっと冷凍というか、その足の比較って一概に何とも言えないですけどね。多分硬いですね。ただ普通に走ってて硬、あの乗り心地悪いって意味じゃないですよ。あの全然全然乗り心地めちゃめちゃいいです。ただ硬い足が入ってるのは分かりますね。いや、もう思ったんですけど、カーボセラミックも結構効いてんのかなって。いや、だいぶ効いてますね、多分ね。重量半分なんですよね、スチールのやつ。はい、で結局足回りを軽くすると、バネ下軽くすると動きは良くなるんですけど、はい、動きが良くなりすぎちゃうというか、バタつきもこうサスのセッティング次第で出てくるじゃないですか。そうですね。だ、高級車のホイールがむやみやたらに軽くしないのはそういうことなんですよね。そうですね、はい、はい。まあ、一部ロールスとかカーボンリムとか使ってたりもしますけど、うん、基本的には超軽量ホイール履いてる高級車ってないじゃないですか。ないですね、はあ、はい、やっぱり慣性の法則である程度重量物がこう惰性で回ってるものの方が乗り心地が良くなる、はい、そうですね、はあ、だからやっぱりそこをあんまり軽くしすぎちゃうと動きが良すぎちゃうんで、うん、そうですね。だその辺もこう少しこう硬さを感じるというか、うん、動きの速さを感じるのはあるのかなってちょっと思いました、うんうん。あと今高速なんてブレーキは踏めないですけど、はい、あの過去の僕のメモを見返したら、うん、ブレーキのブレーキブースターも再設計らしいですよ、うん、だからもちろんそのキャリパーもそうだしパッドもそうだし、うん、まあ、ローターとかはい、その制御の方も、うん、あの992で新たにやってるみたいです、うん、なるほど、はい、なんかあの踏んだ時にブレーキをちょっとさっきあの走り始めの強く踏んだ時に接触面、はい、あので止まってるっていうよりも面が厚で止まってる気がしますね。あ、はい、そういうことなのかな。なんかそれは感じますね。なるほど。あと今までの GT3991.2 とかに比べて同じ GT3 で基本は一緒だと思うんですけど、フライホイールとかクラッチとかの作動音が極端に少ないです。ああ、室内空間の音がすごい静かです。はいはいはい、はいはい、これはびっくりしました。あれ991の方がもうちょっと、はい、バキバキゴリゴリ言ってましたっけ。もう言いますし、はい、エンジンのガシャガシャ音、エンジンのガシャガシャ音ではないんですけど、そのフライ、ケルフライホイールの、はい、メカニカルの、そう、の音とかはもうちょっと激しいです。あ、はい、RS ではなくてもやっぱり GT3 なんで、はい、小石の巻き上げ音だったりとか。あ、確かバチバチ音ないっすね。ないです。ないっすよね、はい、だからあの消音材を変えてるというか、はい、吸音材っていうか、なんていうのかな、衝撃を和らげるためのクッション性のものを張っている薄いもの、まあ、当然 GT3 なんて薄いものですけど、そういうものを品質、あの製品を変えてんのかなみたいな感じは受けますね。ちょっと RS 乗ってないんで何とも言えないですけど、はい、より RS と差別化されてるんですかね。そうかもしれないです。 RS 乗ってみないと分かんないですけど、だから GT3 同士で比較すると991.2から比べれば格段に静かです。あ、はい、確かにそう言われるとそんな気がします、うん、だからタイヤ音とかよく聞こえます。あ、そうですね、タイヤの音めっちゃ聞こえますね、はい、聞こえますよね、はい、かといってタイヤがうるさいわけじゃないんで、はい、はい、
これだからタイヤ変えたらめちゃめちゃ分かっちゃいますよね、多分。多分はい、うん、これなんかそうそうそう、まあ、変なって言ったらあれですけど、はい、低スペックなタイヤとか履いたら、はいはい、多分露骨に多分車の性能もそうだし、うんうん、ロードノイズもそうだし、うん、分かっちゃうんですよね。分かると思います、まあ、これやっぱりしっかりしたものを選びたいですね。まあ今回5年式ですし、今日もそんなに乗ってないんで、はい、タイヤの溝もバリアマなんで、はい、まあ、交換は少し先になると思いますけど。そうですね。いや、消耗品ってなると結構意外にこう、うん、節約したくなる気持ちもありますけどね。そうですね。でもタイヤっていうくくりよりも、はい、GT3 っていうくくりで考えていただかないと、ね、やっぱり良さが発揮できないですよね、はい、GT3 だから最低でもこのタイヤっていうふうに考えていただかないと。あと認証タイヤと市販タイヤで銘柄一緒でも結構サイズが違ったりとか、ね、パターン違ったりとかするんですよね、はいはい。なんかうちのポルシェ大好きカメラマン言ってたんですけど、うん、なんかその認証タイヤとそうじゃない同一銘柄で、うん、その性能がどんだけ違うんだみたいなことを検証してるあの YouTube のチャンネルもあったりとか、結構違うらしいですよ。そうなんですか、はい。まあ、当然だってタイヤもあの設計に入れて、はい、あの走り込んだり、うん、車作ったりしてるわけなん で、 そ、 うです、ね、そこが何でもいいはずがないんですよね。確かに。いやすげえ、うん、本当にちょっと別の車でした。そうですか。はい、はい、街乗りの印象とちょっと高速の印象で本当に別人じゃないかっていうぐらい車の印象変わりました、うん、やっぱり下道だとどうしても想像でしかできなかったのが、うん、ある程度今日実感できたんで、はい、ただその先も見えてしまいました、はい、その先って言ったらもっともっと高速上を、はい、もう車の極限域までもうとてつもない先なんだろうなっていうのを感じたんです。そうですね、はい、そこに行くにはね、そうっすね、相当僕らにはリスク高いよね。そうですね、そうっすね、うん、なかなかそういうのってほとんど本当にサーキットとか、うん、最高速とかじゃないと体験できないんであれなんですけど、うん、そうですね、そこで進化を発揮するじゃないですか、はい、いやでもこれクローズドで走ってみたいな。見たいっすよね、はい、車の極限を、うん、だってもうアウトバーン走って何を感じるかって、うん、車の性能を一番感じますよね。感じる。ぶっちゃけ日本の高速道路だったら、まあ、何乗ってても一緒とは言わないですけど、うん、そんなにこう違わないじゃないですか、はい、まあ、乗り心地とか違いますよ、うんうんうん、静粛性とか、うん、はい、まあ、あとその追い越しの時のパワー感とかもちろん違うですけど、うん、もうアウトバーンで全開するともう露骨に性能差出るじゃないですか。出ますね。あの僕らの借りたキアとアルテオンの性能差、はい、がっかりしますよね。はい、だそこに車のその価値が見出されるというか、はい、はい、本当の意味でのその性能の違いが発揮されるなっていう、うん、あのアウトバーン走ってるとあの車のヒエラルキーすごいもんね。いやすごいっすよね。本当に、うん、なんか高い車というか高性能な車を買う意味があるというか。そうなんですよ、はいはい、日本だとどうしてもそれは一般道だと感じるまでしかできないですけど。そうですね、確かに。ちょっとでもサーキットとかで機会があれば感じたいなっていう、うん、はい、で、ぜひぜひ。いやーめっちゃ良かったな。良かった、はい、めちゃくちゃ良かったっす、うん、良かったと思っていただいて良かったです。欲しいです。欲しいね。欲しいし、究極言ったら、まあ、何でもいいって言ったらあれですけど、うん、GT3 であればいいっすね。そう、はい、だって GT3 を所有したいです、はい、そうですね、はい、あのクラブスポーツか電動シート、18ベイでしたっけ、うん、16ベイか、うん、はい、どっちか欲しいですねって言ってすいませんでしたって感じです。本当ですよ。まあ、あとはその価格、ね、内容をよく見ていただいて、はい、その装備と、うん、まあ、状態と価格、はい、まあ、バランス取れてるものであれば、はいはい、もうこれがついてないとダメですよっていうのはあまりないのかなっていうのは今日再確認しました、うん、はいはい、おすすめですね。じゃあ入川船長、いやめっちゃおすすめですよ、はい、じゃあぜひお問い合わせくださいということで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ最後になりますけれども、はい、僕から総評いいですか。どうぞ。サイ&コー最高です。欲しい、はい、
やっぱり一般道、街乗りぐらいでは見えない天輪のその先は見えましたけど、はい、さらにそこの先まで見えてしまったということで、はい、いいのか悪いのか、そうです、ね、もっと先を見てみたい。そうですね、そんな感じ。土方さんいかがでしたか。最高ですね。やっぱ足回りのフロントの変わったじゃないですか。ここまでしっかり変わってるっていう実感ができるっていう、僕ら素人。なるほどなるほど、はい、それが嬉しかったですっていうのと、やっぱり恐ろしいですね。歴代 GT3 とか乗られてきた方も楽しめる車になってるわけですね。ご納得いただけると思います。で、今回ご紹介したお車は、はい、まあ、ストライプ貼ってあったりだとか、個性的になってる部分もありますけども、はい、まあ、ストライプ剥がしたりだとか、ダブル変えたりだとか、はい、車高下げたりだとか、はい、エアロバスつけたりだとかっていうのもできる。ラッピングしちゃったりとか。そうですね、はい、できると思いますので、全然できます。お気軽にご相談ください。というわけで、今回はポルシェ 911GT3 をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。